こんにちは。こんにちは。スティコム TV。なんかチャンネル名のなんか変えよったり、変えられんもんなって、スリーローハッチとになってしまった。何ヶ月も変えられん。スリーローハになりました。特産です。僕が特産っていうことは、あなたは何ですか。高徳です。高徳さん。特にエギングの面白いことは、いかに食わせるか、流せるか。シャリですか。シャリですか。シャリじゃない。シャリ。最初寿司まで言ったわけですよね。あの要するにそのなんつうと、忘れたりですもんね。ちょっとテンポ狂ったじゃん。温度は何度ぐらいですか。18度。知らんけど。海に一回使ってみたら。使ってきて。今ね19度かなとか言ってる。もうちょいかな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はあの釣り岡メンバーというより佐賀岡メンバー。おお。釣り岡見てる人は知らない人たち。たまに出るけど釣り下手下手。マイケルとちょっとは別ですね。下手でも。まあでも釣れるよ。そうね。っていうとこを今日証明してくれるわけね。バッチリ。証明しますか。ちょっと恥ずかしい。触んな。ズボン触らさないくれ。まずい。釣れ。もう今釣らん、いつ釣るとっていう時間金が。ヤリイカです。ナイス。ナイスやん。タコ。どうやって抱いてきた？いや、引っ掛けました。わ、手長ダコだ。これ美味しいっすか？わかる。毒あるとかな？いや、あのね、怒ったら赤になっとけ。大丈夫と思う。ヒョウ柄になるやつが、あの、ヒョウモンダコ。あ、手長ダコ。おいやー、ジョーカー、ジョーカー。こっちも、すげえ。タコ。タコ。ベロベロ喋るよ。よう見つけたね、でも。よう見つけたね。すごい。僕もう水面近くでしたよ。めっちゃ見えました。見て見てって言ったらあとすぐやった。これじゃ見て。エギバ追っかけてきたぞ。だってもうここずーっと表層張ってくる感じでした。あ、嘘。そうよ。たこ焼き。たこ焼き。たこ焼きしましょうか。今度一緒にたこ焼きしよう。明日しましょうか。明日しようか。よしよし。あ、ごめん。やるやん。やるやん。とかや、まあついてきよった可能性になったもんな。連発しといじゃん。この場所もらいます。うん、そう、そこで投げんぎ。今すぐ釣っとかよ。
あのね、めっちゃ眩しい。分かった。手前の方。手前やった。手前。奥じゃん。手前。見して。おめでとう。はい。釣れた、めっちゃ釣れるやん。で、よらい釣らん、早く釣り岡メンバー釣り岡釣れんば、早く釣らん、早く釣らな、今っすよ、今今釣るしようってでしょ、申し訳ない。なんでひろきちゃん、あの、高木、よかげ走ってきて。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、今これドラ見た目やろ、これね、引っ掛ける瞬間すぐ引っ掛かります。沈む、ナイス、うまい、タコ名人、上手。あ、ちょっとでかい、でかい、サイズアップ、サイズアップ、サイズアップ、でかい、タコ、タコ、持ち上がらない、持ち上がらない、持ち上がらない、気持ち悪い、これ、気持ち悪い、これ、やっぱ駅で引っ掛けて、ね、持ち上げて、ちょっと待って、上手さ、タコ名人、もう3匹目やん、もうタコしか、タコね、はい、おめでとう、おい、はい、本日3匹目、あの釣りよかイカ釣れないから諦めてタコ釣りしかも引っ掛けます。あ、俺じゃなんか来た、パターンどうすかよ。ゆっくりね。あおりじゃん。あおりじゃん、あおりか、あおりじゃん、さあ、あおり来た、あおり、おめでとう、はい、こっち、うわ、ちょっとチェックか、うわ、ついにあおり来た、来た、おめでとう、ありがとうございます。うわ、いいな、タコしか釣っとらんすよ、釣りおか、やべえ、タコ釣り来たとですもんね。そうっすね。一回も釣りました。なんで？やばー。よかったね。これ1キロぐらいあるっすかね。いや、400グラム中かな。そんなもんなんすか、これで。350から400。味的には一番美味しい。うん、まあそんくらいが美味しかったかな。400ぐらいね。今日は昆布刺身してよかですよ。ちょっと僕こっちに移動してきます。十連射食いって言ったんですけど。十連射食いって面白か。その勢いで竿のおるかもしれないな。投げますよ。
ジュリーシャクリ、カメラが撮ってやって、カメラ怒りの十連射クリ、怒った怒った、怒もう上がってきた、もう上がってきた、早っ早っ、怒りの十連射クリ、素晴らしく、怒りの十連射クリ、怒りの十連射クリ、やっとすったよ、俺すごかったよ、あの人さすがボスは持っとんね、いましたか、あ、こ検査機、怒りの十連射クリおめでとうございます、よかったね、これで帰れるやん、だってさ鹿島シティコムはさ、うん、10匹ぐらい釣って釣りよかやっと釣った匹あいつタコ釣り出したけど、タコ釣りしたやおめでとう、ありがとうございます、いやよかった、嬉しく、お前まで嬉しになってきた、これめっちゃよかった、それリリーショットやろやおめでとう、おめでとう、怒りの十連射くりの聞いたね、怒りの十連射くりって言ってキャ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 ってしたらですね、すごかった、だから表層ってこと、そうっす、中層上できたってことですね、わかんないです、いや、怒りの十連射くりできたのが、なレンジとかそんな話そんな次元で話してないもん俺怒りの十連射くりやもん、イカのオラインやったとこに突然イカは生み出したとでしょ、来た来た来た、釣りおか初のイカ、釣りおか釣りおか、イベント挽回、あそんな俺ら釣りおかじゃなかった、正規メンバーじゃないっすね、補欠、うん、キムより釣るんじゃね、マジでやろ、キムいなくてもいい感じ、はい、せーの、キムいなくても釣れ、